中京競馬場本日のメインレースの発走です。スタートしました。ビッグドロール、これはいいスタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してビッグドロール花に立ちます。その後ろからはパープルジェガー、この馬も上がっていく構えです。さらにはサウンドミニスター12番ラウンドミネルバ、その後ろノーブルシャルマン、どうやら後ろからになりそうです。それでは先頭から、先頭はビッグドロール、短期の逃げに持ち込みたいところ。1番人気のビッグドロール現在先頭です。パープルジェガー、前走から久々の競馬となりますがどうでしょうか。それでは先頭からラウンドミネルバ先手を取りました。5番ビッグドロール2番手を追走しています。少し間が空いてパープルジェガー、オートリオリアーすぐ後ろ、これに続いてアメリカンテール、その隣にサドンファイト、その横にウエスタンバルカン、この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。前はラウンドミネルバ、ラウンドミネルバさらにリードを広げました。2番手はビッグドロール、絶好の手応えです。間を挟んでダッシュツイスト、3番手ビッグドロール、いい位置です。さあここからどうか。ここで先頭に立ったビッグドロール、ビッグドロール先頭、リードを広げにかかります。2番手はダッシュツイスト、あと 200m、 ビッグドロール先頭だ。残り 100m、 必死に追うビッグドロール。2番手はサドンファイト、ビッグドロール1着、ビッグドロール完勝、ビッグドロール1着、2着はサドンファイト、これが G1 馬の実力だ、ビッグドロール。中山競馬場本日のメインレースの発走です。スタートしました。ポンと飛び出したのはゴーセンサンダー、ダッシュカード、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよくダッシュカード行きました。続いて前へ行くのはゴーセンサンダー、さらにはキャッシュ王子、5番フローピール、その後ろサントップエルシド、後方に控えました。もう一度先頭から見ていきましょう。先頭は西のチャレンジ、短期の逃げに持ち込めるでしょうか。緑の帽子キャッシュ王子、その後ろすぐ隣にダッシュカード、この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。1番人気の西のチャレンジ現在先端に取り付いています。エトワールモア、前走から久々の競馬となりますがどうでしょうか。もう一度先頭から見ていきましょう。先手を取ったのはキャッシュ王子、漆黒の馬体西のチャレンジ、2番手を追走、 1000m を通過、少々ハイペースというところですが先行馬への影響はどうでしょう。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。では前の方からキャッシュ王子、先手を取りました。好位置をキープしています西のチャレンジ、すぐ後ろにダッシュカード、マイネアイス、すぐ後ろフローピール、それに続きます。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。この辺りで先頭が変わりました。アドマイヤモンロー、2番手はキャッシュ王子、3番手に西のチャレンジ、絶好の手応え西のチャレンジ、これはいい位置につけています。後続集団も追い上げにかかります。アドマイヤモンロー先頭、キャッシュ王子先頭、残り 200m、 エトワールオフ伸びてきた、西のチャレンジ必死に追いすがります。2番手は西のチャレンジ、エトワールオフゴールイン、エトワールオフ1着、2着にはどうやらフライングエイジ、見事に勝ちました。エトワールオフ、西のチャレンジ敗れました。ようやく3着争いといったところでしょうか。